日本近畿地方兵庫県、三木市、吉川町美能川古市で撮影美能川に架か,かる、国流落差4メートル、幅30メートル、吉川町は、兵庫県三木市にある、地区名である。本校ではかつて同地域に所在した美能群、吉川町についても述べる。三木市の北東部、東張間地区の最東部に位置しており、阪神地区北部に隣接している。 全体的に起伏の少ない丘陵地の間に盆地が広がっており、中部を美濃側が整流しており、北部からの茶壇川を合わせる田園地帯である。また、町の東側に吉川ジャンクションがあり、中国自動車道と舞鶴若狭自動車道の高速道路の結成点、広域交通の中心点になっており、それに伴いゴルフ場の立地が進められてきた。さらに、坂前である、 山田錦の産地である。標高地点は最低地点が88メートルであり、最高地点は303メートルである。また、村米制度発祥の地である。町内では、東、吉川、中吉川、上吉川、南台の4地区に分けられる。三木市に編入合併後は、三木市吉川町と表示する。中吉川地区。 編集吉川町中心部基地案で撮影中、吉川地区の町並み古市で撮影場吉川地区。編集上、吉川地区の町並み富岡で撮影東吉川地区。編集東吉川地区の町並み美写門で、撮影みなぎ台地区の町並みなぎ台地区。編集詳細は、みなぎ台を参照未起消防署吉川文書吉川。病院粘土室の土壌と朝夕の気温の急激な差が、 あり、条件が良好であるから山田錦の特産地となっている。三木市立吉川中学校町内の公共交通機関は鉄道がないためにバス交通に依存している。鉄道駅の三田駅までは車ならば約30分ほどくらいで行ける。国道二十八号対策で撮影標語、県道十七号西脇三田線大畑で撮影高速道路、編集国道、 編集剣道、編集投稿時吉川温度町内にあるゴルフ場、吉川町は、兵庫県中部に位置していた美能群の町。調整1 0周年を迎える2005年10月24日に、三木市と合併して消滅した。合併当初の人口は9531人で、あり。 合併後初の国勢調査の1955年10月1日の国勢調査では9364人であったが、その後は減少し続け、1965年10月1日の国勢調査後から約30年間は約8000人前後で推移してきた。1995年5月の南題の増成により右肩上がりに増加しており、 町の住民生活課の住民基本台帳及び外国人登録人口によると1995年3月31日に7679人であった人口が翌年の3月31日には8090人さらにその翌年には8623人にまで増加したそして2000年10月1日人口は1割以上の9435人に増加し 前回1995年比人口増減に対する人口増加率が19.3%と兵庫県内市長単位において1位となったが2005年10月1日の国勢調査では9274人に減少している。1950年代編集吉川町中心部国土交通省国土画像情報をもとに作成1960年代 編集1970年代、編集1980年代、編集1990年代、編集2000年代、編集1958年9月14日、西奥北と西奥南が合併し、西奥が誕生したのを皮切りに、大技同士の合併が進んだ。役場と、主な公共施設、編集かつては旧奥吉川村役場が、東所で旧。 蛇ャ村役場が北市所があったが、1959年12月に廃止された。また、町内の各地区に公園を整備するために、地区運動公園建設補助事業を実施していた。歴代町長、編集吉川町長実現した合併、編集吉川町の新設に向けての合併ミキ死の編入に向けての合併実現しなかった合併、 編集神戸市の編入に向けての合併見た人の合併合併特例事業編集海外保育所幼稚園小学校中学校ありがとうございます